ふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけども、5周年の超フェスについて話していこうかなと思います。今現時点で超フェス、たくさん出ましたね。まあ、最近出たキャラクターで言いますと、ニカとキッド&ローですね。もう和の国のキャラクター勢揃いとなっていると思うんですが、もうこんなに和の国の全キャラ出しといて、5周年どうなってしまうのかということで今回話していこうかなと思います。皆さん、今、アニメ、ワンピース、見ていますか？十分めちゃめちゃ見ていまして。まあ、見てないとね、バウンティーラッシュやる意味がないと思うんですけれども。いや、実際ね、アニメでは、これネタバレになってしまうので、アニメ見てない方は本当に申し訳ないんですけれども、今、ちょうどですね、ニカとカイドウ、まあ、ルフィ君ですね。まあ、ルフィ君が戦って、ついに、ワの国が、終わりましたと。まあ、ワの国が終わりましたら、まあ次のステップに進むかと思うんですけれども、まあその中で、新大将の緑牛が登場したり、シャンクスが登場したりするんですけれども、まあこれまだ漫画の先になってしまうので、アニメが来年の1月までに間に合うのか、まあそれが間に合わない今回前提で考察していこうかなと思います。まあアニメ自体が意外と進むのが遅いと思ってるんですよね。まあ進むの遅いと思っているので、まあ今回はアニメのペースを含めて今来ているキャラクターでですね、まあどのキャラクターが候補になるのか、まあ含めて話していこうかなと思いますので、まあ皆さんのご意見とかもいただけると嬉しいなと思います。第一候補、皆さんが待ちに待っていた2年後黒ひげですね。グラグラの実と闇闇の実を、まあ、2種類持っている超フェスですね。で、いい例で言いますと、1周年が黒ひげで、もう環境破壊した、もうやばいやばいっていうぐらいね、やばかったと思うんですけども、まあ実際ですね、まあ白髭今いると思うんですけど、グラグラの実、正直強くはないんですけども、まあ闇闇とグラグラを合体させた黒髭なら、もうぶっ壊れでしょうと思うんですよね。まあ闇闇を使うプラスグラグラを使う。超えぐいと思うんですよね。で、ニカムは結構自由な感じになってるんですけども、それとはまた別な感じで、来るのかなと思っているんですよね。まあ、二体キャラとかで言うと、まあ、キッド&ローが二体キャラ。で、ニカで言うと自由。で、黒ひげは闇と光みたいな。新しい新属性が出るんじゃないのかなとか、まあ、いろんなね、もう考察ができるんですよね。まあ、これがちょっと楽しみだなっていう感じがあります。皆さんの2年後黒ひげどんな理想かちょっとね、想像でコメントしてくれると嬉しいなと思います。2体目ですが、エース&ヤマトですね。まあ、こちらは、ちょっとね、可能性は低いと思ってるんですけども、まあ、トレクルで、まあ、実装しているので、バウンティーラッシュでも、まあ、実装するんじゃないのかなと、個人的には思っているんですけども、まあ、エースヤマト、まずエースが人気のキャラクターであって強い。で、あとヤマトですね。まあ、これ、超フェスで全部で出ているので、まあ、可能性として大なのかなと思ってます。で、キッド&ロー自体も、2体キャラで来ていますので、まあ、過去に戻るってことはあるのかな、ちょっとわからないんですけれども、まあ過去に戻るっていうことをちょっと信じて、ちょっと超フェスで出るのもちょっと面白いのかなと思っています。で、皆さんのこのご意見、どうかコメントお待ちしております。今回の考察は以上となります。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またな。